はい、完成ダブルです。残念ながら大阪がコロナのね、でまた通天閣が赤く染まったと言うんで来たんですけど、まあ驚くことに通天閣も8時でネオンを消してます。どうなってるんだということで、せっかく来たんでね、ここまで来たんでちょっと通天閣近辺歩いてみたいと思います。もうゴーストタウンみたいになってますけど、まあ、そのゴーストタウンの様子をちょっと見ていただこうかなと思いまして、動画に収めていきたいと思います。まあね、全部が閉まってるわけじゃないんですけど、ローソンとかね、マクドナルドで、くら寿司ぐらいは空いてるのかな。あとは真っ暗です。真っ暗、あと薬屋さんが空いてるのかな。ね、通天閣が赤く染まってたんですけど、さっきまで着いた途端全部電気が消えました。いつもこの時間やったら呼び込みやらね、あの串カツ屋の客引きのお兄ちゃんだがてんこ盛りおるんですけど、真っ黒系のね通天閣打つ人もしゃあないんで、まあそれは軽くで、ブラッとこの街を歩いて、映画館はやってるのかな。今時開けてやってる店もあるでしょうけどね。あ、ホテルの開いてないわ、閉まってます。電気はついてるけど中はクローズ。これ8時過ぎですよ今。やめて。映画館とかね、多少空いてるんやろうけど、うん、ありがとう。はい、釜のお兄さんに、お兄さん、お姉さんに声かけられましたね。ここの古い映画館、今こういう絵描いた看板ってあるとこあんまないんでしょうね。人通りなし、本当に、まあ全く何の景色もないということで、さあ通天閣の足元来ました。まあそういうことでございます大阪900人弱のね、まあ感染者が出たということで、真っ暗けの通天閣からお届けしました。